はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて皆さん、皆さんの愛車は何ですか？もしかしたら今まさにバイクを探しているという人もいるかもしれません。人気のある CB400 スーパーフォアや忍者、ハーレーのスポーツスター、世の中には名車と呼ばれたくさん売れたバイクがありますが、売れたバイクもあれば当然売れなかったバイクというのも多々あり、バイクの歴史の中に埋もれてしまったバイクというのも少なくありません。というよりバイクの歴史においてその多くが存在すら知られないマイナーなバイクと言えるかもしれません。しかしそんなマイナーなバイクであっても非常によくできたバイクや、時代に合わなかったがために当時はニーズがなかっただけっていう車種もあるんです。今回はそんないいバイクなんだけど売れなかったバイクというのを紹介していこうと思います。マイナー車ゆえ安く買えることも多く、あなたの好みに合うバイクであれば非常にお買い得な1台となり得るかもしれません。今回は4台の車種を紹介し、最後にマイナー車を買う前に知っておきたいことについてもお伝えしていきます。10分少々という時間の動画ですけれども、未だ知らない運命の1台と出会えるかもしれませんよ。ぜひ最後までご覧になっていってください。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、ではまず1台目、ホンダの VRX ロードスターというバイク。ネイキッドのようなスタイリングに見えて、エンジンは V 型2気筒。ネイキッドとアメリカンの中間的なイメージですよね。どうです、シンプルにかっこよくないですか、このバイク。自分はかなり好きな1台、激推しです。ネイキッドバイク並みのハンドリング性能を持ちながら、アメリカンのような美しさと鼓動感を合わせ持っていて、 400cc なので普通自動二輪免許で乗ることもできます。このエンジンはアメリカンの名車スティード400譲りのもので、出力こそ33馬力と高くはありませんが、頑丈さには定評のあるホンダの水冷 V ツインエンジンです。90年代中盤のモデルですので、もう古いバイクではあるんですが、このエンジンであれば大事に乗られてきた個体であればまだまだ走れることでしょう。注意点としては、良くも悪くも中途半端であるということ。今お伝えしたようにパワーがあるエンジンとは言えませんし、車重も205キロと400にしてはやや重く、その割にフロントブレーキはシングルディスクなんですね。性能としてはネイキッドというよりはアメリカンに近いイメージで、同じ400クラスのネイキッドスポーツに比べれば運動性能は明らかに劣るレベルです。ただこの唯一無二とも言えるスタイリング、古くても比較的安心して乗ることができるタフなエンジンは今でも魅力たっぷりです。この動画を制作している現在、グーバイクの全国の在庫は20台、車両価格は50万円前後の個体が多いようです。どうです、こんなバイク知ってました？結構かっこいいでしょう。他人とは違うバイクに乗りたいっていう人は今回の動画はたまらないと思いますよ。はい、では次、 MT-03 です。MT-03 ってマイナー車か？確かに MT-25 よりは売れてないかもしれないけど、別にマイナー車ってことはないでしょうと思ったあなた、自分が言ってるのは 660cc 単気筒の MT-03 です。え、何それと思ったあなた、ありがとうございます。今のキョトーンとした表情を置かずにお茶碗3杯はいけちゃいますね。現在ヤマハのネイキッドといえば MT シリーズですが、その MT シリーズが出始めた本当の黎明期、最初に MT-01 という 1700cc の OHV エンジンを搭載したバイクが登場し、その後に登場したのがこの MT-03 なんです。なんともまあネイキッドというかモタードというかストリートバイクっぽい雰囲気も持ち合わせていて、形容しがたい、特定のジャンルに当てはめるのは難しい外観をしてますよね。ロードスターモタードというコンセプトで開発が行われたとのことなんですけれども、非常に悪の強い個性派の1台で、他人と同じバイクには乗りたくない、ノーマルでもカスタム感があってかっこいいっていう人にはもうぜひおすすめですね。ちなみに現在グーバイクでは全国に1台もありません。出たとこ勝負になる1台なんですけれども、年式的にはそこまで古くもなく、ご覧の通り前衛的先進的なイメージのバイクですので、インジェクションを採用していて割と安心して買える1台だと思います。ぜひ気になる人がいたら継続的にチェックしてみてください。バイク何乗ってんの？あ、MT-03 だよ。ふーん、じゃあ明日のツーリング楽しみにしてるわ。当日ファンみたいな楽しみ方もできるかもしれませんよね。その一瞬の相手の反応のために数十万円出せる方、おすすめですよ。はい、では次、スズキのコブラ。このバイクはね、結構すごいんですよ。
時はレーサーレプリカブームの全盛期。ホンダは CBR、 ヤマハは FZR、 川崎は ZXR、 そして鈴木は GSXR と4ストロークエンジンを搭載したスーパースポーツモデルがもう売れまくってました。そんな中、鈴木は GSXR250 のネイキッドモデルとしてコブラというバイクを発売したんですね。ちなみにグーバイクでは現在全国に1台、価格は448,000円です。このコブラの特徴は異常なまでに膨れ上がったシートカウル、そしてラジエーターの両サイドに存在する大きなシュラウドカバー。非常に個性的な外観で、見た瞬間何これと思うことでしょう。純正のシートカウルのデザインとはなかなか思えませんよね。シュラウドカバーは当時の流行りなのかは分かりませんが、 FZR のネイキッド版ともいえるジールについてもシュラウドカバーが装着されていましたね。ただこのジールに関してはキャブのゴム類のトラブルが多いんで、あまり自分はおすすめしません。性能もいいし、足つきも良くて、有機的で曲線の多いおしゃれなデザインなんで、本来であれば女性ライダーにぜひおすすめしたいんですけどね。今見てもかっこいいと思いますよ。バリオスやホーネット、ジェイドといった 250cc4 気筒モデルは確かにかっこいい。でも人と同じは嫌だっていう人は、あえてコブラを狙ってみてはいかがでしょうか。では最後のバイクに移りましょう。水冷の GPZ1100 です。GPZ といえば900のイメージが強いと思います。さらに言うと GPZ1100 と聞いても、多くの人は空冷の GPZ1100 を思い浮かべることでしょう。この空冷の GPZ1100 というのは200万円は当たり前のプレミアムな旧車ですが、今回紹介する水冷の GPZ1100 は値崩れ感半端ないツアラーモデル。現在グーバイクでは全国に8台しかなく、30万円台の後半から購入できます。この GPZ1100 というのは名車 ZZR1100 のエンジンを扱いやすくリファインして搭載しています。ZZR1100 といえば時速300キロ時代の幕開けとなった、とんでもなくパワフルなエンジンを搭載した超高速スポーツツアラーでした。現在メガスポーツとか言われてるジャンルの祖先にあたるモデルですね。でもこのバイクはその ZZR1100 とベースは同じエンジンであるにもかかわらず、なんと97馬力しかありません。ちなみに ZZR1100 は147馬力なんで、50馬力も下がってるんですね。もうどれだけ扱いやすいんだってくらい最高出力を抑えています。というのもこのバイクは徹底的にツアラーとしての資質を高めて作られていて、その大きなカウルは最高速というよりは疲労軽減を狙ったものとも考えられ、そもそもコンセプトが違うんですね。当時としては珍しい ABS 付きのモデルもラインナップされていたりと、まさにツアラーとしてのそのコンセプトは徹底しています。ただやはり地味といえば地味です。世界最速だった ZZR1100 に比べるとどうしても花がないというのは否めません。でも今となっては ZZR1100 よりも高出力のバイクってのはいくらでもありますし、ツーリングに使うんであればこちらの方が使い勝手はいいと思います。今ツーリング用として割り切って買うんであれば、この GPZ1100 っていうのは非常にいい選択肢かもしれませんね。はい、では最後の章。今回紹介した車種に限らず、マイナー車を購入する場合に知っておきたい、後悔しないために知っておきたい注意点についてお伝えをしていきます。はい、ではマイナー車を買うときに注意したいこと、買う前にぜひ知っておきたいこと、それは2つあって、1つはパーツの入手が困難である場合が多いということ。年式の新しい車種であればまだいいんですけれども、やはり古くなってくるとメーカーのストックもなくなって、売れていなかったがゆえに中古パーツの絶対数もなく、修理ができなくなってしまうリスクっていうのが高いんですね。今回紹介した車種の多くは有名なバイクの派生モデルが多いんで、流用できるパーツは多いかもしれません。最初に紹介した VRX はスティードと同じエンジンですし、コブラも GSXR、 GPZ1100 も ZZR1100 と同じですね。もちろんセッティングが違ったり外装パーツなんかはどうしようもありませんけれども、有名な車種の派生モデルや共通のパーツが多く使用されているというモデルであればいくらか安心でしょう。またもう一つの注意点、安く買えたとしてもやはり売る時も同じように安いということ。結局人気がないっていうのはそういうことなんですよね。そもそも需要がないんで価格が安いわけです。稀に突然価格が高騰するようなこともありますけれども、本当にレアケースですね。過去には川崎のバルカンドリフターやスズキの SW1 なんかがあります。発売時は大した人気はなかったんですけれども、生産終了してから人気が出たというケースですね。
なかなかそんな価格高騰を予測して購入するなんてことは難しいでしょうから、結局はもう気に入ったバイクを買うべしっていうことですね。今回紹介したようにマイナーであってもかっこいいバイク、魅力のあるバイクっていうのはたくさんあります。特に自分は最初に紹介した VRX なんか大好きですね。ほんとかっこいいですよ。そして最後にリセールバリュー、つまり買取価格の話をしましたが、今自宅にいながら愛車の写真を数枚送るだけでバイクの査定価格が分かってしまうサービスや、個人情報を一切入力することなく買取価格の目安が分かる有用なサイトなんかもあるんですね。自分のバイクがいくらくらいで買い取ってもらえるのか、おおよそ把握しておくといいと思います。逆に今後購入を検討している車両のリセールバリューを前もって知るためにも有効活用できると思います。どちらのサービスもこの動画の概要欄に貼っておきますんで、ぜひリンクご覧になってみてください。今回の動画楽しんでいただけましたか？今後の動画制作テーマの参考にしたいんで、面白かったという人はグッドボタン、いまいちだったっていう人はバッドボタンで教えてください。グッドバッドに限らず、自分は正直な意見を知りたいだけなんで、ぜひ反応をいただけると嬉しいです。バイクが好きだ、バイクのことをもっと知りたいっていう方は、ぜひ過去動画のご視聴やチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。